ちょガチでいく。ちょっとレベル2に行きたい。レベル2をクリアしたい。飛べる。は？え？え？飛べるだろう。え？滑るだろう。これ滑るなんだ。俺飛べるって呼んでるかもしんねえ。ずっと。あ、これアマビーだろ。これ俺、え？あ、うん。うぬぼれ。なし。いや、これ待って、前あった気がする。これなんだっけ？ちょっと待ってね。これ前同じ間違いしてる、俺。え、なんだっけ、これ。カン。え、違う。足折りだ、そうだ。前と同じ間違いしてる。ねえ。前と同じだよ、これ。展開が。学習してねえな。しおりだ。覚えとこう。あ、これ外線だろ？うぃさみだれ爆地、まあ、これはね、麻雀好きな俺にとってうんぬん来てるぞあいんあうんおいん あおんは？あいんだろ！おえつ？何おえつって、おえつって何？聞いたことないけど。おえちゃん？むずすぎだろ。レベル1じゃねえんだよな、問題が。初戦。は？初戦だろ、これ。初戦だろ、これ合ってるだろ！ねえ。あ、いわゆるね。ああ、そう言われてみれば確かに、いわゆるっぽい感じはしてるね。いろいろ言いたいことはあるけどね。言いたいことはあるけど、まあ今は控えとくわ。あ、これ、覚えてる。かげろうでしょ。ほいー。あんずー。たまう。戸惑う。いう。たまう。たまうじゃないの？かくまう？いやいや、かくまうなんて日本語使わないけど、まず。何かくまうって、まず。要望。渇望。願望。は？嘘でしょ？めちゃかん、いや、これは知らんわ。これは知らん。いや、これは多分わかんないと思う、みんなも。いや、俺は見たことないもん。戦法なんて。言ったこともない。聞いたこともない。戦法なんて。いや、言ったことも聞いたこともない。俺、テレビでも見たことない。学校でも聞いたことない。習ってないもん。ほんまに。あ、これはね、わかる。素性。ういー。これはね、みんな間違いやすいんですよ。これ、凡例って読みやすいじゃないですか。これ、判例なんですよ。あ、これ、くせ者ですよ。これは、あ、これ、俺覚えてる。ゴンゲ。あれ？ゴンゲ。あ、ゴンゲか。あ、これ、激凛。あ、来たんじゃないこれ。来ちゃー、レベル2。あ、これ、出た気がする！なんだっけ？ちょっと待って！消化、消化！え、なんだっけこれ？待って、出た前！なんだっけ？ちょっと待ってくれ！将軍。え、消化じゃん！全然ちゃうやん。前出たのにこれ、同じの。クソゲーかよ、これ。まず、消化ってこれ何？まず。意味がわかんない。単語使ったことない、こんなん。でこの左の漢字何？見たことないんだけど。極
教祖、教祖、公、はい、これ覚えてる。剥奪、領奪、いや領じゃん、左の漢字、領、領奪取。いや、これちょっと一つ言っていいですか？ねえ、これ略奪じゃないです、まず。略奪って違う漢字あるんですよ。僕から言わせると。これ、引っ掛け問題ってやつですね。いや、引っ掛けですね。あの、田んぼのやつですもん、略奪って本来。いや、これは引っ掛け問題ですね、間違いなく。この略奪がないと思わせての略奪。舐めてんな、本当に感じて。これ知ってます。フッシ。あれ？え？フッシだろ！え？え？フッシュなのこれ。え、フッシュじゃないのこれ。ねえ、いや、で、いや、ドヤ顔じゃないけど、全然俺ってよく生きてきたな、今まで。あ、これ分かるわ、みこし、比喩、かゆ、陰湯、暗湯、温湯、たゆ、かゆ、湯、やゆ。これ前と同じことしてんな。いや、まずね、俺ちょっと一つ言って、やゆってそもそも何？聞いたことないもん。国語で習ってない。マジで。やゆ習ってないもん、俺。どういう意味かわかんないもん。え？からかうって意味？バカにされてんな、俺。マジで。あ、あうん。見たことないもんね、漢字。風情とか。いや、これはわかんねえわ。風散り。風靡。え、なんでさ、俺これすっごい疑問なんだけど、なんでこんな複雑な漢字にしてんの？たかが美に。すっげえ疑問なんだけど。たかが B にこれ何回書くの？何画やねん、これ。15画ぐらいあるやん。複雑にしすぎだろ、これ。なあ。たかが B にさ。はい。売人。と見せかけて、クロードなんですよ。でも、あれなんですよ。坊や鉄好きな人から言わせると売人なんですよ。あ、これ福音は違うの？え、福音だろ。いや、絶対ねって読む。ちょっと待って。福音まあ、言われてみれば、まあ、これはいいわ、許すわ。これは許すわ、俺の寛大な心で。言われてみれば確かに、福音ってなんかあった気もする。まあ、意味は全くわかんないけど。はい、ろうそく。コッコ。これやったな、たぎる。語る。え？これやった気がする。ねえ、語るじゃないの？え、語るじゃね？おごる。え、語るだろ。え、語るじゃん。お、同じ間違いしてる？そうでしょ。同じ間違いしてる俺、もしかして。そう。ダメじゃこりゃ。ダメじゃこりゃ。成長してねえべ。
かぼちゃ。ウィーアップル。幸先。なんかやった気がすんな。器具。桔梗。くだらねえ。レベル何本まであんの？ちなみに。クリアとかあんの？これ。これはね、狼狽。しこ。すこ。途絶える。違う、もだえる。だんらん。きちゃー。乱水ね。なんか見たことあるな。キョヨメ。なんか見たことあるんだけど、これ許す夢嫁は。これ5位ですね。うい。うん、水耕。うい。これね、わらじ。なんで、わらじだっけ。ほら、アップた。お前やった。虫歯も。いいよ。応援応援。は？大夏。あ、よかった。いいっすねー。レベル上がってんね。金損害。無理だ、もうもう無理や俺には。あ、名誉毀損とかの毀損か。あー、これ引っ掛けだね。いわゆる引っ掛けだね、俺から言わせると。でだから結局これ名誉って戦闘についてたら分かるんだよ。でも既存だけ出してるでしょ。これ引っ掛けやねん、マジで。いや、これ前に名誉って書いてたら俺も名誉既存って分かったよ。その既存だけなんて見る機会ないから、日本人って。だそういうなんか性格の悪さが出てるよね、この作った人に。ださっき目の錯覚やったでしょ。まあ、あれと一緒よ。要は。はい、入れずに。俺入れてるからわかるわ。知らぬい。かかし。尋ねる。委ねる、委ねる、委ねる。もさ。来た。ささい。あ！来た！待って、いまいましい。あ、やばい。あ、待って、やった、前やった。道賃。え、違う。え、なんだっけ、前やったんだけど、道賃だろ、これ。違うの？え、ドラあ、これ銀杏知ってます。あ、これクジャクじゃなかったっけ。なんだっけ、これクザク。え、なんだっけ、うんじゃく。え、前と同じことしてる気がする、これ。待って、クジャク。あはは。俺これ前と同じことしてるのよ、今俺よぎったもん。俺前もなんかうんじゃくつってたなって思って。何ひばりって、まずね、マジで。ひばりって何？どういう意味、ひばりって。あ、そうだ、前調べた鳥だったんだ。鳥の名前なんて知らねえよ、興味もないわ。リンゴ餅、めまい、またぎ、またぎ。は？え、またぎじゃなかったっけ？
みそぎ、みそぎ、みそぎ。成長していく。これね、頓着。じゃなくて、膠着。うぃー。通った、通った、通った。来た、来た、来た、来た。覚えてる、覚えてる。前できなかったのが。あ、これ、ひまわり。おごる、おごる。構想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 。なんで逆に問うけど。なんで鋼鉄にしたのこれ。逆に問うけど。何鉄って。鉄とは読まねえだろこれ初見で。無理だろ。ねえ。いや、動画で送るやんけ。送るじゃないこの感じ。いや、送るでしょ。いや、送るだって。マジで。いや、漢字。いや、いや、いや、いい、いい、そういうのいい、そういうのいい。いや、似てるから。送ると。ちょっと点が1個足りないぐらいだろ。関係ない、関係ない。でも書き間違ったのかもしれないし。これはね、チコなんですよ。うん。あれ？チキ。チキ。焦燥。もう無理だわ。うん。衝突。これ俺のことね。これね、前、カレンってやって、キャシャって習ったんだよ。ウェーイ、成長していく。これは、ルフですね。まあ、これは、ホーリエモンで覚えたわ、ルフは。むさぼる。育児、育児。だが。だび。これ読めてる人少ないでしょ。これは引っ掛けか。うん。食材。おお。ビヨン。天ぷら、天ぷら。ただつ。かつ。ワイルド、ワイルド。来てるー。さあ、レベル2。これね、待て待て待て、これわかる。水調。え、なんだっけなんだっけこれ。待て待て待て、これわかる絶対。待って、不意調。あ、合ってた。あ、これはね、咀嚼、咀嚼。冤罪、冤罪。来てるやつ。セリフ来たぞ。超絶。待て、覚醒してる。え？え？上あずさ。上あずさで出るじゃん、だってほら。上あずさでいいじゃねえか、これ。知らねえよ、上司とか。知らないもん。何、上司ってまず。上司って何？上司って何？上司しか知らないけど俺。上司、図書を出版すること。聞いたことないもんね。うん。あ、明日上司するでみたいな、街中で聞いたことないもん。図書を出版することらしい、上司。日本語って無駄な漢字多くない？これはですね、鑑みてゆく。咀嚼。のろ、のろ嚼。のろそ。出
何重曹って聞いたことないけど、まずこれもひどい。ひどいってあれって読む、これなやったやった、検索ねえ、やったってこれ前、検索検索わかんない。はいはいはい、わかったわかったわかった、もういいもういいもういい、はい次行こう。二度と使わないしこの感じ、もういいわ、もう見ることねえもんあの感じ。常夏ビーチパレス、ホトトギス、ホトトギス、ホトトギス、天才俺、はんにゃやっちゃった、いわく殺人、殺人、名人、え盾、何盾って、盾って何、何何これねえ、いや許せない普通に、これはさすがに。だって縦で Google で検索したらだって2ページ目だもん。え、ちょっと待って、これ殺人って読むじゃんねえ、ちょっと待ってください、みんな、皆さん、これを、え、これ何、この三省堂が間違ってるっていうのねえ、お電話するぞマジで、殺人でも合ってるじゃないか俺、おい、あ、賛成そうねそっか、そこの感じも間違ってるけどね、三省堂ね、はい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 、三省堂ね、いやーこれなんか見たことある、これ寿司じゃね、違うんだ、雑誌なんか見たことある、寿司だろこれ、寿司系だろ、全然違った全然違った何も関係ねえこれ多分何寿司ってまず何言ってんだ俺、エジキエジキ、うん、醍醐味、あー惜しい惜しい、なんかそれっぽいのだったなーみたいな、それっぽい感じはあったな今の、惜しいな、なんかなんか見たことあったね、そう俺なんとなくで覚えるんだよな漢字って、その漢字の深い部分まで見ないようにしてるんですよ僕、本当にニュアンスで覚える、すごいでしょ、知った覚えてんの、とが見る、あの知ったって 俺よくあの社会人の時されてたから、かゆはしご、あうん、待ってこれやった、前やった、前やったってねえ、前やったって、だから結局ね、こういうのって引っ掛けなんだよね、マジで。俺から言わせるとほんとくだらない。ほんとに。だって、あじゃん。前のやつ。せめてあ行にしないと。なんでか行に行くんだよ、これ。おかしくない?普通に考えて。そういうとこなんだよね。確かに、ねえ。前方に両親のってついてたら、あ、両親の呵責やみたいな。だから、ね、漢字ってそういうところなんだよね。そんな文章の中でこうふんわり読めるみたいな。
だから関係って無駄なんだよね、俺から言わせると。あ、覚醒しちゃった俺。あ、覚醒しちゃった俺。ごめんみんな、覚醒しちゃった俺。しちゃったわ。これ左 U じゃなかったら俺ブチ切れるかな。もうやんねえからな、言っとくけど。これやったくない、キーやったくない、切れぬ。知らねえもん、こんな見たことねえもん。もういい、わかったわかった。はい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 。俺ね、こういうの嫌いなんだよね、こういう感じ。これなんで嫌いかっていうと、なんかその綺麗じゃないよね、発音が。キエ、まずね、発音しにくい。おかしくない、なんかキエって難しいんだよ。キエって、例えば電話口でさ、ちょっと電波悪い状態でさ、キエだよキエって言ってもさ、なんてキーいや違う、キー、だってなるから、絶対キエって。だからそういうなんかね、発音のこの難しさってのあるね、この感じ。いやマジで、いや意味わかるでしょ。だからそういうことなんだよ。そういう感じはね、できるだけ避けてほしい問題で。クラブ、イエア、アジサイ。これね、ホテ。いや、これ前回覚えたんだよな。まずい。光悦。え、なんで？なんで？来い！奥、育む、します、し、なんだっけ、前やったねえ。詳細だった、これ前やった。サイか、これって何、疲労困憊とか。え、ちょっと俺ごめん、あのちょっと俺本当ちょ、あの一つ言っていい、疲労困憊なの。俺疲労困憊だと思ってたんだけど、ずっとね、バだと思ってたんだけど、パなの俺。今までずっと疲労困憊って呼んでたわ。ねえ、そうでしょ。そう、疲労困憊っつってもさ、これわかんないね。これどうせ来るぞ、お前ら。変なの。タレごと。
仕事。何還元って聞いたことない。だって還元で検索してもさ出てこないもん。マジで還元で検索するやん。ほらこんな後ろの方5番目やで。これ求められてないねんこの感じ。 Google にも求められてない。5番目やで。還元、いさめること。その言葉まずいさめるってのが分かんないもん。もうすでに俺辞書引いても分かんねえや辞書引いても分かんねえや。これねえ、これ辞書引いても分かんねえ俺。何いさめるって。いさめるを調べよう。ああいさめるっていう感じなんだこれが。あそうなんだ。いさめるには過ちや欠点を改めるように忠告する、還元するという意味があります。へえ、そうなんだ。じゃあ今日ちょっとあいついさめとくわみたいな、そんな使い方すんの頭いい人たちは。すごいね、聞いたことない。ふさわしい。今朝総裁すがすがしい、りんりんしい、りりしいじゃねこれ。うい、初見でやっていく捏造。旅生贄ろれつのんけのんき。あ、待って、これ前やった。ねえねえ、これ山車じゃないんだよ。これなんだっけ、ちょっと待って、これなんかやったって。ねえ、やった時期 G え、なんだっけ、ヘキ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 きちゃー、浴衣塩梅レベル2ひいき包もたせ瞬くけなけ来てる。これ待て、わかるぞこれ。クジャク、クジャク。これは無理だね。じゃあ次ラストな、次ラスト、ファイナルラストなこれ。あ、これ知ってる。白湯じゃなくて、これたまに飲むんで俺。たまに飲むのに、たまに飲むのに思い出せない。ねえ、なんだっけ、バイ、なんだっけ、左右だ、そう左右ね、そう。でたまに飲むんだよ寝起きとか。あのただの温めたお茶な、お茶じゃねえ、温めた水な。いや温めたら水じゃなくてお湯か、難しいね日本語。ちょもう一回やるわ。タドル終焉の時が来た。突然転換感触来ちゃー。切符、え、ホッテと、何今の切符って。
かばって帰って、え、帰ってってどう思うの。あ、これやった、義援金。お、すごい。これなんか、これなんか漫画なかったっけ。ねえ、これなんていうもの、花結び。ねえ、これなんかさ、これ見たことある。あ、花魁か、花魁、え、違くない？俺なんか勘違いしてるかもしれない。